皆さんこんにちは。日本の女子プロゴルファーで新世紀世代と称され笹生優花さん、西郷真央さんらと女子プロ花の高3トリオとして一躍有名になった山下美優さん、富士フイルムスタジオアリス女子オープンの最終日が9日兵庫県にて行われ、悪天候の影響で36ホールに短縮された国内女子ツアーは、単独トップで出た昨季の年間女王山下美優さんが4バーディボギーなしの68をマークの快挙を達成。トータル9アンダーで逃げ切り、昨季の最終戦以来となる通算7勝目を果たしました。前半では1つ伸ばすにとどまり、一時は岩井千怜に単独首位の座を明け渡しましたが、後半では底力を発揮し、10番のバーディを皮切りに13番、16番とテンポよくスコアを伸ばしていき、首位タイで迎えた最終18番では難なくパーで締めて勝利。地元関西のギャラリーから拍手喝采を浴びた。トータル8アンダー2位タイに岩井千怜さんと阿部未悠さん、トータル7アンダー4位には仲宗根澄香さんが順位入りしています。昨年覇者だった上田桃子さんはトータル4アンダー8位タイという結果に収まり、前週に優勝を果たしたの穴井ララさんはトータル4オーバーで50歳タイでした。今回見事優勝を飾った山下美優さんは、2022年にはツアー3勝を挙げて年間賞金女王に輝き、21歳の若さで史上最年少の日本女子プロゴルフ協会年間ツアー女王としても名を轟かせました。2023年4月時点では獲得賞金は1317万円の9位となっており、賞金女王に期待がかかっています。また山下さんの実家はお金持ちであることが噂されています。その真相についても迫ってみたいと思います。そんな山下さんの生い立ちやゴルフ人生、年収などについて紹介します。2001年8月2日に大阪府寝屋川市に3人子弟の長女として生まれました。リムユーという名前は母親であるユキさんから1文字取って美しい夢があるという意味が込められて命名されたそうです。そんな山下さんは5歳の頃に父親のゴルフの練習についていったことがきっかけで競技を開始しました。当時はフィギュアスケートやバレエなども習っていましたが、ゴルフに没頭することでゴルフのみに集中して行うことになったそうです。小学校3年生の2011年8月に開催されたスタジオアリスジュニアカップに優勝し、小学校5年生の2013年4月開催の同大会でも優勝を収めています。中学校3年生の時には日本ジュニア女子12歳14歳の部で4位に輝きました。高校は大阪のゴルフの名門校である大阪桐蔭高校へ進学しました。大阪桐蔭高校といえば野球部の強豪として名を全国に轟かせており、創部35年で甲子園出場23回優勝9回を誇り、多くのプロ野球選手を輩出しています。大阪桐蔭高校ゴルフ部も数々の全国大会に出場しており、女子ゴルフ部は全国大会制覇を複数回達成しています。主な卒業生として宮里清さん、宮里優作さんらがいます。山下さんは高校時代は令和元年度の全国高等学校ゴルフ選手権大会で優勝しました。2019年に開催されたトヨタジュニアゴルフワールドカップでは岩井明愛さんと共に JGA ナショナルチームに選出されていない選手として日本代表で出場し、ナショナルチームの梶谷翼さんとチームを組み団体優勝を果たしました。また同年11月に開催されたプロテストに初合格を果たし、笹生優花さん、西郷真央さんらと同学年で同期となりました。その後は新世紀世代と称され女子ゴルフ界を牽引しています。そんな山下さんはトーナメント出場をかけての QT で実3位と好成績を残し、翌年1月には日本女子プロゴルフ協会に92期生として入会しました。プロデビューは新型コロナウイルスの影響により前年と同一シーズンとなった2020-2021年統合シーズンとなり、2020年のスタンレーレディスゴルフトーナメントで5位タイと初のトップ10入りを果たします。
2021年に開催されたヤマハレディスオープン葛城では、優勝した稲見萌寧と接戦を繰り広げましたが、惜しくも敗れて1打差の2位となりました。しかし2週間後に開催された KKT 杯バンテリンレディスオープンでは、最終日に7バーディーという圧倒的な成績を残し、2位の小祝さくらさん、古江彩佳さんらに5打差の14アンダーで大会記録を更新して初優勝を飾りました。翌週に開催された富士山系レディスクラシックでは、最終日を単独首位でスタートし、2週連続の優勝の可能性もありましたが、またしても稲見萌寧さんに逆転され2位に終わりました。その後もなかなか勝利に恵まれず、2勝目を獲得することなくシーズンを終了しました。しかし2021年度の賞金ランキングは実3位となり、獲得賞金は1億円を突破しました。ここで山下さんは才能の片鱗を覗かせて翌シーズンに挑みました。2022年シーズンではツアー4戦目のアクサレディスゴルフトーナメント in 宮崎では2位と好位置につけて、5月には国内メジャー初戦となるワールドレディスチャンピオンシップでは初日にコースレコードの64を記録しました。その後も最終日まで一度も首位を譲ることなく2位と3打差で優勝を果たし、念願のメジャー制覇を成し遂げました。同年6月に開催された宮里藍サントリーレディスオープンゴルフトーナメントでは、最終日に4打差を逆転しツアー3勝目を挙げました。このサントリーレディスオープン優勝により全英女子オープンの出場権を獲得すると、海外メジャー初挑戦を決意しました。全英ではトップ10入りにはならなかったものの、通算4アンダーで実3位タイと初挑戦ながらも爪痕を残しました。イギリス遠征から帰国した後はニトリレディスゴルフトーナメントまで8戦連続トップ5入りを果たし、日本人選手最長記録を更新しました。続く9月には宮城テレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメントでは、初日に12バーディーノーボギーの60という圧巻の成績を残し、18ホール最少ストローク新記録を樹立しました。その後も2日間を首位独走し、大会新記録の18アンダーでプロ通算4勝目を挙げました。11月には伊藤園レディスゴルフトーナメントの最終日、首位と2打差の2位でスタートし、1バーディーノーボギーの71のスコアで回り、逆転優勝を果たしてプロ通算5勝目を挙げました。この優勝により日本人初の1年間の獲得賞金2億円突破を達成するとともに、2022年シーズンのメルセデスランキングトップを確立させて、史上最年少の21歳103日で年間賞金女王に輝き、最終的には歴代日本人最高獲得賞金額となる2億3500万円を超える賞金を獲得しました。2023年度は4月時点で賞金ランキング9位の獲得賞金1317万円となっており、ツアー優勝はありませんが、今後のツアー優勝と2年連続の賞金女王獲得に期待がかかっています。山下さんといえば実家がお金持ちなのではないかという噂があります。それは一体どういうことなんでしょう。調査を行ったところ、山下さんの父親は会社社長なのではないかという噂があるようですが、明確な根拠は不明でした。しかし大阪府門真市にあるリフォーム会社である有限会社山下工業の代表取締役の名前が、山下さんの父親である勝臣さんと同姓同名であるという情報がありました。この情報から山下さんの実家が大金持ちであることが噂されているようです。また幼少の頃からフィギュアスケートやバレエなどの習い事をしていたこともお金持ちである印象を持たれたのでしょう。いかがでしたか。5歳の頃からゴルフを初めて瞬く間に上達し、学生時代は数々の功績を残した山下さん、プロ参戦後も数々の記録を更新し、2022年には年間賞金女王に輝くとともに、日本人の年間獲得賞金額の記録も更新し、さらなる活躍が期待されています。また実家がお金持ちである噂がありましたが、父親の仕事は公表されていませんでしたが、父
親である勝臣さんと同姓同名の会社が大阪府門真市にあることが分かりました。また幼少の頃からフィギュアスケートやバレエなどの習い事を行っていたこともお金持ちであると推測されたようです。これからの山下さんの活躍に大注目です。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録・高評価もぜひお願いいたします。それではまた。